大河ドラマ、光る君へ、は15日に第35回、中宮の涙、が放送された。三宅詣から戻った道長、江本タスクは、真広、イコール紫式部、吉高由里子、が書いた物語を読み、藤坪の宮の下りに、この不義の話はどういう心づもりで書いたのだと聞いた、真広は、我が身に起きたことにございます。 我が身に起きたことはすべて物語の種にございますればと返し、道長は恐ろしいことを申すのだなお前は不義の子を産んだのか、と問うた。真広は物語になってしまえば、我が身に起きたことなど霧の彼方とはぐらかした。道長は退出し、廊下の途中で旗と立ち止まり、熱湯はそう突っ込み、お前は不義の子を産んだのか、それ、今頃気がついたのか、道長、 フギの子俺の子か、石山寺でフギの子を設けたことは、藤坪と光源氏のフギの子のことを、真宙と道長に合わせてきたとは、自覚あるのか、道長、お前が産ませたんだよ。え、気づいてるよね、お前との子やぞ、左大臣、道長、気づかんのか。道長がいくら鈍くても、さすがに今回ばかりは分かったよね。お前、そこまで鈍いと思ってなかったんだけど、 と反応する投稿が相次いだ。